なんかあるよね。防空壕じゃないですか。守るためにこの山にね砲台を設置して鳥居がある。結構ね、もっとすごいことがある。行ってみようか。行ってみましょう。すげえ、あった。いいよ。よし。湯たんぽだね。湯たんぽ。まあ今日はね、どこに来たかと言いますと、玉島に来ました。まあ、玉島っていうとね、近くに水島があって工場とかがあるんですけど、第二次世界大戦中に、その工場に、空襲とかが、ね、あって、その工場でやっぱり鉄とか作ってるんで武器を作るんですよ。でそれを守るためにこの山にね砲台を設置して守ってたっていうことなので、今日はねその砲台をちょっと見に行きたいなと思いまして。どんな感じなんだろうね。そうですね、やっぱり砲台っていうのはやっぱりこういうでっかい大砲深さがあるのかな。どうやって登るんだろうね。あれ、もし、あれだ。ここしかないよ、絶対、こっち。ここしかないよ。うん。なんかあるよね。なんか、めっちゃ開けちゃうって言ってなかった。そう。なんか、あるんだろうね。なんかあるね。まあ、1位書いてますね。まあ、ちょっと行ってみる。行きましょう。ほいっすね。防空壕じゃないですか、あれ。え？すげえ。あ、でも、それっぽいな。っぽいっすね、なんか。でしょう、絶対。お？うん。結構位置的にもね、なんか確かに。でも本当に向き合ってますからね、これ。そうだな、やっぱ人の行き来があるんだろうね。本当これこそ防空壕じゃないですか。うまい。何これ、井戸みたいな。昭和51年って書いてある。だからそこって飲み水だったんだよね。あ、でもこれで結構神様の感じですもんね。そうね。やっぱがある、ね、ほんまや。なんか奥にあるね。やばいっすよ、これ。古いね。あ、なんか防空壕ですか。え、なんかあるね。防空壕ってですか。防空壕。ね、埋められてるけどね。見晴らしがいい場所に
出てきたけど。そうなんですね。こっちかな。よし。僕のこと。あ、なんか砲台みたいな感じじゃないですか。これほんまや、砲台やわ、これ。砲台跡地や。ねえ。これ下になんか、コンクリートみたいな。ありますよね。行ってみましょう、ちょっと。あ、僕が落ちてきた、これ。ほんまや。なんかここにもあったんですけど、もう一個ね、もっとすごいところがあるっていうふうに。行ってみようか。行きましょう。9割ここ埋まってるってね。もうここでも十分すごいですけどね。うん。よっしゃ。最高です、最高です。ここだ。あった、あった。すげえ、すげえ。深っ。結構深いですか？深いね。それ結構なんか底とかも石とかがあるんで。ああ、敷き詰めてあるんだ。こっから打っとったね、あの上を。そうですね。で、あ、穴があるの？玉入れたりね。あ、保管の。よっしゃ。こんなんあるんですね。うん。玉入れるとこやね、砲弾が。相当大きいね、大砲があったんかもね。さっきのところが半分以下のやつ。うん、中の湯たんぽだね、湯たんぽっすか。うん、いや、今ってこんなね、古いわ、そんな古いっすよ、これとか、ほら年数とか書いてないよね。もう、ほんと錆びてて。あ、絶対ほら、湯たんぽね。湯たんぽね。戦時中ぐらいに使われて。ここで寝とったってことなんですかね。まあ暖を取ったの。寒いですよ、やっぱり。ああ。ねえ。で、真ん中です。さあ、ここにもなんか瓶とかあるんですけど、これとかだいぶなんだろうね。古いっすね、なんか古いっすね、これも結構。戦時中の酒というか、ビア。まあ、なんかいろいろ掘ったら出てくるんだろうね。ねえ、本当に。もしかしたらなんか貴重なものとかもあるかも。うん。はい。いやもうなんかね、山に入って砲台砲台って言って、自分なんか普通に大砲がある岩場みたいなところあるかなって思ってたんですけど。これはすごいですね、本当に。見ての通り、本当なんか、建造物みたいな感じで、予想してたのと違いましたね、本当に。うん。いやこれ多分本当、こういうマニアとかにはたまらないと思うんですけど。まあでも、ここは、あれだよね、普通に砲台跡地っていう看板もあったし、はいはいはい、多分山登りしてる人も全然いると思うから、はい、そんなになんか、なんか言われるってわけもないし。そうですね。ね、そういう跡地ありますよっていう
感じなんで、あと神社もあったり、参拝しながらここに来れるっていう。ただちょっと足場が悪かったりするんで、そう、ちょっと気をつけた方がいいかもしれない、うん、いうことです。僕も本当毎回学ばずに進んでいくでもなんとかちょっと、はい、終わります。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。